ないないよ、今動画撮ってるから。あー、マジで俺も映っていい？よろしく。でけえな。やっぱ顔映ってないし。ちょっとこっち来て。おー、ごめんな。なんタグロさん、せっかく全量だったのに。見てみろ。いやいや、いい、ちょっとこっち。ほら、お前のせいだぞ。うえーうえー、なんだよ、何やってんの。誰、妙に硬いし。俺か、俺か、俺地元では大達人って呼ばれてる男だぞ。大達人、なんでお前隅入ってよ。あ、確かにポール・スミスの隅だけど。俺はポール・スミスなんだ。そうです、俺もこの腕時計ポール・スミスなんだよ。悟空みたいに言うの。悟空じゃねえ、悟空じゃねえ。何回言うの。小沢雅子だ。そっちかよ。そっちはね、お笑い芸人のアイデンティティさんじゃん。見てくれ、俺もポール・スミスだ。あ、そうなの。そう、よろしくな。俺も動画に混ぜてくれよ。あ、太鼓できないでしょ。俺地元では大合唱じゃ。何回言うんだよそれ。もう一回ぐらい言えよ。俺地元では大達人って呼ばれてんだよ。声小さすぎだ。俺地元では大達人って呼ばれてんだよ。3回も言うね。4回目か。4回目か。俺もやっていいか一緒に。できんの。できる。もうカメラ構えてる、そこに。でも構えてあるか。ここね、でも2台あるからさ、一緒にやろうよ。あ、やるじゃん。本当にできる。勝負しよう、勝負。本当にできんの。じゃあお前らさ、負けたら謝れよ。俺話聞けよ。負けたらできんのね。全然できるから。いや分かった、じゃあ撮るか。じゃあ撮って撮って。本当にできんの。いや、じゃあタグロバームクーヘンあげるよ。バームクーヘン、じゃあタグロさん、ベーキーやります、一緒に。じゃあやろうか。なんでそんな笑ってんすか。俺どれ笑ってんだよ。俺から勝負すんだろ。え、男と男の戦いだぞ。なあ、笑いはいらねえって。叩きだ。どういうことで。太陽拳サンディーだ。なんでドラゴンボールまで引きずってんの。俺知らないわ。じゃあタグロさん、じゃあぶちのめしてくださいよ、このヤンキーを。もうやったらやったで、俺に勝てんならな、勝ってくれ。じゃあぶちのめしますよ。いきますよ。あー、それじゃダメだ。これダメか。じゃあまあ正々堂々太鼓で、太鼓で勝負しよう。勝負しましょう。この炭入ってるとこちょっと硬いからビクビクしちまったじゃないかよ。なんでだよ。まあ見て見て、これもポールスミス。それさっき言えよ。あ、俺カード持ってんだよな。クレジット入れるから勝負。 ありがとう。これ1P でいい。あ、 1P でいい。やった。じゃあタクロさん 2P で。俺もさ、そのカードちょうど持ってんの。ワンガンミッドナイトで使ってたんだよ。これワンガンミッドナイトで使ってんの。おイニシャル D かな。どっちで。じゃあタクロさん、なんか選んでボコボコにしちゃってくださいよ。俺地元ではさ、やっぱこういう名前で呼ばれてんだよ。すごいよ、すごいよ。通算10プレイじゃねえか。全然余裕だよ。すごいよって、本当にすごいのかよ。すごいよ。カードどこやったっけ。どうやるの。始めろよ。教えてくれ。タグロさん、何いきます。やっぱりこのヤンキーにはどうします。何でも下がってこいよ。タグロさんずっと笑ってるし。あー、どうしようか。タグロさん、ちょっとカメラ見てください。え、ほら、余裕の意味をかましてんのか。もう地元ではすげえんだぞ。タグロさん全然喋ってない。じゃあ何を言ったのか。星7。7でいこうよ。俺にもそのなんかバチ貸してくれよ。あ、バチ。おお、君炭持ってないの。炭の男。炭の男ってな。あ、じゃあタグロさんに借りよう。いや、今日から炭をって呼ぶわ。スネを見てじゃねえ。おお、じゃあこれで真剣勝負だね。お互いマイバチだから。これが名バチってやつか。なんでまだ悟空引きずってんの。おかしいだろ。もう何でも選んでくれ。ソウルクリバー2でもいいぞ。マニアックだな。中学生の頃やってたぞ。おお、懐かしいじゃねえか。メキデス。メキデスってなんだよ。まだ僕引きずってんじゃねえ。本当にできんのこのヤンキー。で、どうやってやるんだ。よっしゃ、ボコボコにしてやるぜ。どうやってやるんだって。おい、もう負けたら裏連れてしてやるからな。俺どっちも地獄じゃねえかよ。勝っても地獄、負けても地獄。2人ともでかい。でかいですね。でかい。お、まあでも連打があるからね。これどっちが勝つか分かんない。2人ともほらでかいよ。ほら、タグロさんね、ちょっとね、あのしゃがんでるみたいになってるからね。さらに
ヤンキーがでかいことがわかる。まあね、これはね、点数勝負ではないんでね、あと、部下がどんぐらい出てるか。お、現在は、お、タクローさん勝ってますね。お、やばいぞ。お、まあ、ちょっとヤンキーに合ってる曲ですけどね。お、さて、どちら、見えない。やばい、負けてる。お、ね、あ、でも先天ちょいですね。まあまだ分からないぞ、これは。すごいいい勝負。さてさて、これは本当分かんない。お、やばいぞ。お、やばい、タクロさん負ける。あ、出したか。あ、今やばい、今ヤンキー勝ってるぞ。あ、やばいやばい、どっちだろう、これ分かんない。ここ難しい。お、リズムなんか得意。お、ほら、やばい。え、何このヤンキー、うまいんだけど。え、うわ、そんなん余裕決まってんだろ。仕事じゃ大達人なんだ。大達人で。成績発表どんな感じだろう。ではドンしてください。カニ、やばい、うまい。タクロさん負けてるじゃないですか。うわ、おお、そこの隅、お前もだよ、お前もやるんだよ最後。クソ、じゃあ俺が叩きのめすしかないな。俺も叩きを取ってくれ。どうしてよ、お前も下手なんだよ。しかも俺一くれ目だぞ。あ、ピット擦れるからごめんな、そんなこと知らなかった俺。一くれ目だよ俺、どうしよう。星 10? やっぱね、星10で行くしかないよ。そんなの余裕決まってんだろ。余裕なのか。ああ、なんだこの曲は、聞いたこともないよ。何か選ばなそうな曲。じゃあタクローさん実況してください。じゃあ試合でつけようか。何だそれは。これはタクローさん敵を打ちますよ。俺の敵を取ってくれ。このヤンキー上手いからな、勝てるか分かんないな。邪魔すんなよ、それはなしだ。頼む。お、連打では強度が浮いた。お、見つけたぞ。ヤンキー見つけたぞ。あ、でも死ぬ気だからね、あんま関係ないんですよね。お、カモ、カモ出てます。お、今のところ、ヒョウがリードか。お、ヤンキーがカーを渡らせた。いや、うまいっすね。さあ、下ネタぶっ込んできた。お、見つったぞ。お、また枯れた。そして歌いながらも全量してるショーである。ほらー、おー、カーが来た。点数的にはやったー、カーガス。さあ、邪魔を入れていく。リスレと邪魔をする、ヤンキー。
じゃあ1万点リードか。お1万点勝負リード。おわらび立てるぞ。おお、さあ最後以上、茶番でした。